皆さんどうもこんばんは。ザワザワザワ、ウッキと申します。今日もバイオハザード4実況プレイしていこうと思いた。痛いよ。やっていこう。こちら HQ、 湖へのルートが分かったわ。大きな風車の先よ。村の奥へ向かってくれる？了解。これから向かう。気をつけてね、コンドルワン。コンドルワン。さてやっていくか。どっちだ？こっちか？どっちだ？全くわかんないんでね。あ、こっち合ってるっぽいわ。やっていこうか、今日も、サクサクプレイを。実況始めて、朝起きてまださ、10分も経ってないんだよね。そんなテンション感でさ、始め、セーブだ。そんな状況下でさ、実況するってどうなんっていうね。そりゃ、全然目も覚めてないからさ、絶対ボキャブラリーも皆無なんでね。なんか思うんだよね。なんかいろんな人の実況を見てて思うんだけど、同じこと2回も言うけどさ、あ、豚だよ。なんだあれ。また敵か？おい。クソが。あ、なんだこれ。サブ武器。お、ラッキー。やっぱなんかあった。よしね。普通にいるね。これあれでね、スニークキルできんじゃない？どうせ。失礼。ごめんな。やられる前にやる。そうで、思ったことってのが、ボキャブラリーっていうか、その単語力がすごいよね。やっぱり、状況状況に合わせてさ、いろんなことを言える人間ってのはすごいなって。同じことしか、リアクションもワンパターンすぎてさ、俺なんて。なんか実況上手くなりてえよな、本当に。ごめん、ほらね、何も出てこない。なんだこれ、鍵が必要なんだ。バイオあるあるだね。とりあえずここら辺を一通り散策しなきゃいけないんだろうな。探索するところ広すぎてやばいね。あとあんまり視点移動しすぎるとさ、見てる人が酔っちゃうよね。それも気をつけないとなっていう。あとこれ。青い依頼書を各所に貼られている青い張り紙から依頼を受けられ、依頼？依頼？青いメダリオンを破壊してくれ。依頼？何？クエスト？バイオハザードにそんな依頼とかいう機能あったん？あ、いいか。適当にやるか。まあ、サクサクしながらね。一通り探索しよう。ほんと嫌よね。いや、こんな爆音立ってんのに人来ないってさ、どうなってんだろうね、本当に。めちゃめちゃ耳遠くない？やっぱあれか？ゾンビになると耳も遠くなるってか？よう、ハーブ手に入んな。めちゃめちゃ。敵いるしな。そうそう、それでさ、実況ね。なんか、どうなんだろうね。なんか結構毎回同じこと言ってるけどさ、お前誰にも見られてないのになんで実況するのって。なんでだろうね。なんか有名になりたいのはもちろんだしさ、誰かに見られたいってのは当たり前なんだよ、実況する以上。ただそれ以上に結局自己満なんだよね。こう実況するのが楽しいんだろうな、素直に。そうでもなきゃやってらんないし、2年もやってないよな。だから2年もやっててさ、視聴者昨日上げた動画で10人くらい見てもらえたんだよ。でも10人見てもらえたけど、動画多分2分とか3分くらいしか見てもらえないから、だから結局見られたい気持ちはもちろんあるんだけど、それ以上に多分自分がこうやって喋りながらゲームするのが好きなんだと。届かないかな、もうこれで死ぬじゃん。お前同じ動きしかしないな。弾無駄にしすぎたけど、42発あるからまあいいか。あ、あんじゃん。あれ、外した。お、出てきた、できた。すごいね、アクロバティックのババアだな。あ、指、下のこと指さすな、この野郎。あべ、いて、ぺったくそだな。待ってくれるあたりに優しさを感じるよね。だってさ、一回ダメージ受けてさ、その立て続けに攻撃しないってのがさ、もう優しさだよね。ちょっと待ってくれてるぜ、ほら。ああ、登ってくんの、ババア。あ、死んだわ。
どこの音？なにあれ、やばいやばいやば。すかさず目で、すかさず攻撃。こういうの倒せばね、結構いいアイテム手に入ってするんで。まだ生きてんの？死ね。あ、死んだわ。ほらね、こういうの倒すとさ、いいアイテム手に入るからさ、倒し時なんでね。たまねって、よいしょっと。やばいな、来てるかな。いけー、いてててて、ちょっと待ってね。ペレペペ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 。あー、ちょっと時間かかったし、弾めっちゃ使ってしまったわ。え、なに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 、お前キモい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 、なになになに、なんだお前、めっちゃ首傾いてんじゃん。なにお前、お前、お前すごいセンスあるよ。お前のこの目覚めが覚めてからのこのボキャブラリーの皆無の中でお前のことをこう対処するのができない。無理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 、イレギュラーに対して対応できるほど俺の頭には回ってない。はい、やってきました。ここでさっき拾った歯車を使うと。で、せっちゃーん、あ、開いた。ここ開いたのはいいけど、開いたから何って感じなんだよな。ごめんごめんよ、ごめんごめん。討伐完了。なんかくれ。なんもないの？俺、ああ、命大事にしなかった自分の末路だ。ナイフダメージをってね、なんも得られないってね。死は無駄というね、教訓ですね。声が割れちゃってるわ。あんま大声出すと。あ、そんね、そんな声を高らかに上げないでくださいよ。この実況はなんて言ったってね、ほら、ボキャブラリーないから出てこない。ね、ほんとに。音落ちてどうなんだろうね。水も干上がっちゃってるわ。やってきましたと。ん？あ、これホールって何、あ、牛か。わお、いや牛死んどるわな。いいが、いい、めっちゃ弾手に入るな。サブ素材か。ちくしょう、ショットガン欲しかったな。金な、金めっちゃ手に入るよな。え、何？あ、回避。回避したやん。はい、やさ。バイバイ、そう。おやすとれ。にしてもこのドスンドスンは何なんだろうな。モーガン・パウルよね。なんかそろそろボス戦来てもおかしくないんだよな、ぶっちゃけ。軽い。何これ。誰お前、ん、誰、板垣大介。何の音だ。そろそろボス戦かな。ハンドガンしかないのに俺ボス戦やんの、心もとな。あ、んボス戦でも何でもなくない、ただのジジイやん。なんでビビらせやがって、何してんの。おのどうなってる、くらっ、これ何、人骨。お、なんだお前、どうした。スティーブ、ゆっくり話せ、いろいろと話がありそうだ。津田健次郎じゃん。察しがいいね。じゃセニョール、タバコあるか。いや、ガムなら。そうか、残念。ならこれほどいてくれ。かっこよ。ガムなら、ジュノコ。くそ、あいつだ。誰だ。おい、そこで止まれ。いた、あ、タイタンみたい。うお、すごいタイタンみたい。誰お前。
めっちゃタイタンやん。タイタンってのはあのバイオアルイーツ。おお、なんだそれ、なんだそれ。やめてやめて。痛い痛い痛い。なんかいる。あ、あ、え、お、お、え、え、あ。ゲームオーバー。チャプターエンド？え、ほんとに？死んだ、ゲームオーバー？どういうこと？え？あ、あ、よかった。終わってないよね。やってこう。大塚明夫。幸いなる子羊よ。大塚明夫すぎる。目覚めは近い。アベンジャーズにいたよな、このラストボス。サノスだっけ。いや、イケメンだな、にしても本当に。いい筋肉しとるわい。よせ、やめろ。お、津田健次郎。おい、アメリカ人。名前は？レオン。寡黙なタイプか。俺はルイス・セラ。お互い間違えたな。バケーションの行き先を。おい、やめろ。引っ張られるだろう。こっちは怪我人なんだ。読めたぜ、考えが。こういう状況は慣れっこか。俺の勘だと。お前は誰かを探してる。そいつは。多分行方不明のセニョリータ。若い女性。話せ。今すぐ。わかったよ。小耳に挟んだんだ。セニョリータを連れて行くって。連れて行く？どこへ？さあな。だが、奴らは誰かを古い教会に連れてった。くそ。お前といると。体が持てない。その斧を使って壊すんだ、鎖を。そうだよね、こんなところで生き残れるだけの力があるからある程度の実力者なんだろうな。マジかよ、なんもねえやん。なあ、あのいちいち確認、今俺自分で開いてないからね。それだけ持ってんだ。なんでそれ取られなかった。 HQ、 ターゲットの居場所を掴んだ。彼女は教会にいる可能性が高い。さすが老方ね。妙な男に会った。いや、もうそんなものに当たらんなって。うさんくさいやつだな。やつのことを調べられるか。ええ、わかった。少し時間をちょうだい。とりあえずあなたは教会へ向かって。まずはここから出ないとな。また連絡する。チャプター…おーっと、びっくりした。あの津田健が死ぬのかと思った。さっきやったわい。チャプター2。チャプターごとに進むんだ。へえ。教会へ向かう。ん？あー、ステルス機でしょってね。いや、もうあのすんごい、もうバレてないのが不思議なくらい。チュートリアルだからお前は死んでもらわなあかんよってね。武器も、いや、ハンドガン、いや、キッチンナイフかい。ハンドガン弾よこせや。あれは俺の装備。お、あそこに行けばいいってことね。なんかいたよね、声するよね、ゾンビの。お、バレてんのかい。ん？うわ、うまっ。よいしょ、どこ、よいしょ。弱っ。で、明るっ。ホラーゲームとは。まだ声すんだよな、にしても。ああ、もう。こういうのがちょくちょくストレスになるわね。開かないわ。夢中になってるしな。失礼しまーす。この武器、あ、いいトピックショー。どんでした？チュチュいるね。
集中いるね。よいしょい。ママのおっぱいでも吸ってな。これまたあれ？違うか。もう敏感になってるわ。あ、なんだこれ。絶対これ TA ゲーでしょ。俺バイオでこんな脳筋なプレイあんましたことないけどな。超絶脳筋なんだよな。あ、脳筋だな。脳筋だったわ。帰ってしてもらうぞ。何それ。まず鍵開くの。あかんかい。あ、ナイフね。やってこう。準備万端だぜ。なんかいなかったか今外に。こっちだ。うん、味方だったの。そのなりで？マジかよ。あ、ごめんなさい。なんか。いや、ジョーゴ。めっちゃジョーゴやん。武器商人。よくやってくれた。頭しいの入ってるぜ。その声ってそのなりでその声なんかい。ボッとするわ。ショットガンくれ、まずそもそも。ここで金を落としていくか、命を落とすかだ。さあ、いざ、出陣じゃ。チャプター2。ここどこだよ。それな、ここどこだよ。どんでした上がらん。え、なに一発しか当ててないのに、そんな。びっくりしたわ。別に威力上げてないよ。連射速度だから俺上げたの。やめろよーっつってやりすぎたときさ、ちょっとこっちもなんかあ、やりすぎたごめんってなるときやるよね。これってどうなんだろう。ライフルなんていらねえな。あー、どうもどうも、こんばんは、こんばんは。お気柄も良くて。なんか BGM がすんごい壮大なんだよな。うわ、ババアめっちゃ来るやん。おっと、足が滑ったって。足滑らせる場合かって。これ大丈夫やってる場合？なんか後ろでヤバいと聞こえてるけど。あ、ヤバいのおるば、ちゃんと。なあ、お前無敵？お前何もんやって。あ、やばい、たまんない。やばい、たまんない、たまんない。あ、リロードしない。リロード、やばい、リロードできない。リロード、リロード、リロード。痛い痛い痛い。マジいっぱい来んな。やばい、同じとこ戻ってきたわ。やばい、普通に方向音痴が出てる。なんだこれ、六角形のクレスト。まだ爆弾の時。もういいよお前、黙ってろババア。いやーっと、なんか進んできたわ。多分超カットでしょどうせ。ずっと戦ってたもん俺。で、これ何？あ、違うね。いや、よかったー。なんかよくわかんないけど手に入れたんだよね、これ。めっちゃ速っ！めっちゃ速っ！回すの速っ！筋肉すごっ！すごっ！そんなに回す？で、さん、ごめん。あ、またショーにいるわ。あ、いや違う、さっき買った場所だ。なんかさ、一丁前に期間限定 SR 先に購入すると無料みたいな。何それ、無料って何？目が高いね。他手まして死ぬなよ。
ライフル系。ボンプアクションショットガン。すいません。スナイプ。あ、ミスった。そういうことだったんだ。これ先買ってから買えば無料だったんだ。あー、ミスった。俺なんか意味わかんない。俺スコープだけ買っちゃったやん。お、バカやん。おー、何してんだよ。そういうことで。くそ。いいし、別に。またいるし、敵。なんだよ。はい。はい、おばあちゃんね。あ、めっちゃ近い。あ、めっちゃ近い。相打ち。ババアのパンチはどこにも需要ないっつの。これも気をつけないとまた芝になんかあるからな。さすがに学ぶからな。カラス殺すとなんかあんのかな。あー、飛んでっちゃった。あー、チェーンソーの音する。もういいんだな、あいつがな。わかった、わかった、わかった。あったあった。やり合おうじゃないか。あ、これね、ワンパンなんだ。やだやだやだ。こいつワンパンなんだよ。この野郎。いって、あ、やばい、やだやだ。死にたくない、死にたくない。なら、やばいやばい、あーなー、もう知ってるんだよこいつ。ワンパンってさ、よし、やっとか。ふぅ、いいざまだぜ。そこで一生のたれ死んでな。見下す気分は心地よいぜ。アップねー。ほんと性格悪いわ。で、ごめんなさいね。なんか大声でめっちゃ叫んじゃって。多分音割れてるよね。開かないか。開かないか。あれ？なんかもう閉じてる。あれもここ来たのかな？使えねえよ。なんかもう閉じてるし。あ、でも開いてるし。ん？急に綺麗。ここに来て。お、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、トイレ中ごめんなさい。ごめん、これ、それごめん、それ俺が悪かった、それは。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。いやー、マジごめん。そんな怒んなくてもいいじゃん。ごめん、ごめんって。ごめん、ごめん、ごめん。ごめんって。いや、普通にごめん。それ俺が悪かったわ、さすがに。トイレ中にあげられたら誰でも怒るよな。ごめん、知らなかったんで、マジで。なんだこれ、住人は民人それで祝福のためよ。おいだ、豚飼はよく超えた家畜を何も持たぬ老婆は愛する我が子を捧げた。主人はこれをことさりに喜ばれた。ああ、宗教ですか。アメンアメン。めっちゃ写真飾ってある。まあ、こういうのあってゆっくり見るのはまた今度ってことで。悪くない家だ。今や彼らは我らの血に、我が主に感謝を、ね、あのバイオあるある、バイオあるある、写真の裏にね書いてあるんですよ。あー、卵ね、卵だけ入れるってどういうこと。それ爆発するぜ。それに小さな鍵ね、小さな鍵持ってるけど、小さな鍵開ける用の箱がないっていうね。古い写真だ。なんかヒントがあるんだろうけど、まあ、それ皆さんでなんか考えてくださいと。普通に考えて泥棒ですからね。何の躊躇もためらいもなくこう盗みまくってるけど。オッケー、わかんない。あー、オッケー、写真とか見てね。もうバイオあるあるなんですよ、そういうの大体。これ写真見てなんかあるんでしょ、どうせ答えが。うん、なさそうだね。
いや、なんかあるんで、どっかにきっと。そういうテンション感で。ヒントどこですか？ 2 階なの？あー、うぜえな。まだあんの？どんだけ置いてんの？逆に言えば、そんだけ用心してないとやばいわけだな。あ、これヒント説ある？これヒント説ある？いや、わかんな。なんかマークめっちゃ刻まれてるだけだわ。どこかに絶対ヒントがあるんでね。バイオはね、俺の直感的にね、同じ部屋にあるのよ。だから多分この部屋の中にあると思う、ヒントが。きっと。まあ待って、これだわ。老いた農夫はもっと重い、つもみを。痩せた豚飼いはよく肥えた家畜を。何も持たぬ老婆を愛する我が子を。これだわ、答え。はい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 。めっちゃめっちゃ、ほらね。なるほどな。めっちゃめっちゃ、そんな。僕は、そんな。つもみ豚飼い。つもみ豚飼い。つもみってどれ？つもみ。豚飼いどれ？豚飼い。我が子。はい、ラッキー。なるほどな。なんぞね、なんでもないやつが置いてるはずないもんな、そりゃさすがに。あ、ごめんよ。さっきはごめん。さっきごめんって。さっきはごめんって。覗いちゃってごめんって。悪いって。そんな女になってまで来なくていいじゃん。許してって。はーい。Have a nice day。ごめんって、そのトイレ覗かれたぐらいで怒んなよ、村長。なんだよ、まだあんのかよ。こっちがこ？あ、こっちっぽいね。オッケー。こうバイヤーの楽しみ方の一つで、この謎解きがあるんだよね。この謎解きが楽しいんだよね。はい、10月10日、天候不順、無理の存在してる。金の兆し、種まきの時期に、男でかぶせたら、しかし、サドラー様の命令はなぜか、ガシーシャ30名、牛を5頭潰す、課長が集まり、くじを引く、6名、これもサドラー様のため、くじ引く8名、4名、11名、外から迷い込んだ登山者2名、祭壇で儀式、今日はくじを引かなくてよい。あー、なるほど。これ、サドラーじゃなくてサノスだろ。あー、さっきのね、外の鍵ね。大塚明夫、大塚明夫、お、強い大塚明夫。やっぱタイタンは強えな。痛い。勘弁してや、勘弁してや、やめてくれや。血が混じってきたようだ。血が混じってきた。うわ、あれやん。名前が出てこねえ。名前が出てこない。クレアは違う、それ。クリスの妹。なんだっけ、レベッカじゃなくて。なんだっけ全く出てこない。なんだっけなんだっけ、名前。全く出てこないわ。混じってきた。おー、チャプター終わった。まあ、じゃあ今日こんなもんにしとくか。結構やったし。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。あれね、あの女の人の名前なんだったっけね。